あ、いっぱいクッキー、嬉しい。ありがとう、みんな。カメさん、バラさん、ありがとう。ホクピグさんも、あ、かようじさん、ありがとうございます。こんばんは。愛知真っ白でマシュマロやった、ありがとう。マシュマロ真っ白、そうだね。でも美白、美白になるように日々ケアしてるので嬉しい、そう言ってもらえて。ゆうぴーさん、ありがとう。翔太さん、ありがとうございます。サティさんも、ありがとう。あ、30日の8部完売です。本当に1個完売出てましたか。嬉しい、ありがとうございます。来てくださる方、感謝。コキオさん、ホコピグさん、ありがとう。スケルカトって、昔はなんか、昔はっていうか前までは白い背景の、白い背景で配信とかしてたんで、なんか壁と同化してるよみたいな、嘘だ、冗談だ、冗談だとは思うんですけど、そういう感じで言われてて、そう、でも白い、白くなるようにすごくケアしてるんで、そう、白くなるというか白さを保てるように、維持できるように血を気をつけてるから。エミさんの子分、そうだよMJ さん、マサポンさん、ありがとう。クキオさん、ありがとう。お疲れ様です、ありがとうございます。皆さん、お待たせしました。ナオさん、ありがとう。堀さん、白川さん、秀明さん、ありがとう。 MJ さん、 MJ さん、猫、ありがとう。まさきさんもありがとうね。 BB さん、ズッキーさん、ありがとう。 BB さんもありがとう。トシヒトさん、ありがとう。こんばんは、生誕祭東京から見に行くのに応募するね、ありがとう。遠征してくださるんですか、ありがとう。愛知先輩尊敬。いや、なんか私的にはその肌の色とかって、あの本当にどんな色でもその方の個性だから、本当にね、いい悪いっていうかないと思うし、みんな個性があってね、それが人間の良さですから。だけど、まあ私はなんか、まあ、なるべく日焼けはしないように気をつけてる。だから色がこう、なんていうの、肌のこうトーンが落ちるだけではなく、なんかシミとかになっちゃうので、日焼けしちゃうと、それが怖くて紫外線浴びちゃうと、やっぱね、そばかすになっちゃって、こうシミになっちゃうっていうのが怖いので、そう、気をつけてるっていうのもあります。音符さん、ありがとう。くまさん、いただきました、ありがとうございます。双眼鏡さんも、ありがとう。そう、やっぱ白いと、まあなんて言うんだろう、余計ね、シミとかも目立っちゃうかもしれないし、なんか本当に原因になっちゃう、そういうシミの原因は紫外線なので。そう、元々の色が、あのお父さんが白くて肌がね色白なんで、お父さん譲りなんですけど、そこは
もともとの肌のなんていうんだろう、色白なだからちょっとまあそこを保てるようになんか日々それ以上焼けたりしないようにって気をつけて、そう日比さんの時はここのタンクトップの衣装を着てたらここがもう火傷みたいになっちゃってあざになっちゃって、ずっといやなんかあざっていうか日焼けの跡がずっと1年ぐらいあったんですよ。黒かったのこれ治りました、もうなくなりましたね。まあちゃんとケアはしてたんで、その後もねずっとなんか早く消えてほしいなって思ってたの、あざが日焼けの跡がね。だから本当にちゃんと真っ白になってくれてよかったです。ファンで塗ってない時も、あ私今も塗ってないんですけど、まあこの画面とかだとあんまり色ってちょっと難しい、変わらなかったりするからあれだけど、まあそうね今日は何もね塗ってないんですけど、ファンデーション塗っても、まあ塗ったら白くなるけど、こことここの首の色っていうのが普通の自分の色だから、こことあんまり浮きすぎちゃうとなんか首が黒く見える首の方が黒く見えちゃったら嫌だから、あんまりここは浮かないように、この首の色とあんまり変わらないようにしてますね。この色、この色が普通の色ですね私の。ちゃんとくさん、ズッキーさんありがとうございます。ペンギンさんもありがとう。古文にしてください。あ、アイリの古文へいいの、逆にいいの私なんかの古文で。 MK さんありがとう。そう、ペシさんありがとう。しびちゃいさんありがとうございます。男性は美容する時代ね、いろんな方が男性女性関係なく美容ね全然していいと思うというか、男性だからしなくていいとかしない方がいいとかはないですよね。したかったらみんなしたらいいよね。ちいさんありがとう。ひろくんさんありがとう。いろいろ考えてるな。そうね、なんかそういうまあ小さなことでもね意識したりはしてます。スピンではないです。今日もうボロボロなんだけど、ちょっとまつげ上げてみたり、まつげ本当にちょこっとね、本当にちょびっと上げてみたり、ここに線を描いてみたり、ここわかりますか、黒いとこ、ここをちょびっと描くだけで少しデカめ効果みたいな、それだけやってます。谷川拓さんありがとう。コバコバもありがとう。エミさんの子分になる前にあいつの子分になる、 あ、オッケー、それは初めてだ時短ですね、朝時間がないんでもう これだけやりました。ベーコンさんありがとう。マスクしてるのでリハ中もずっとマスクしてるから、ここは塗らないようにして見えないからね。ズッキーさんありがとうございます。毎日なんかお肌パックとかもするようにしてるし、で美容液とかも塗ってるし、いっぱい美白になる美容液もそうだし、ビタミン系も取ってるし、ニキビとかそういうのも、ニキビ跡とか、まあ、シミとかそういうのに効く美容液塗ってたり、なんか結構そういう美容のものは使ってます。いいものは、いいものっていうか、まあなんか韓国のものとか結構いいみたいなので、お手頃価格でもいいやつも多いから、そういうのはまあ使ってたりするし、
なるべく美容液とかなんかいろいろ買ってますね。愛知見つけて可愛いってくれ、本当連れてきて、めっちゃ感謝。それは本当この子だよって教えてね。マスクしてるのめっちゃきつい、もう息が、うん、激しいダンスの時はめっちゃ息が、あの呼吸がしづらいね。深谷さんありがとう。そう、今日からミクさんのコンサートのリハです。 RS さんありがとうございます。ペンギンさん、ヨクさんありがとう。そう、ほんと連れていく、嬉しい。マカロンくださいちゃう。ポチャム、ポチャムリスペクトって感じで美白ケア頑張りたいと思いますまあ冬は比較的夏よりはなんか紫外線とか気をつけ、夏はもっとすごいね徹底的にしてるけど、冬は基本なんか露出が全然しないので肌がね、なんかとりあえず顔はしっかり守んなきゃ、だからまあ日焼け止めとかね年中無休で塗ってますし、本当に徹底してます。そこは結構何もね、何もケアしてなかったら多分もうちょっとくすみがかかるんじゃないかな、わかんないけど、気持ち変わるかなっていう。まあケアはしてるよ、ちゃんと。天才的美白女子アイチだねそう言われると嬉しいですが手を抜けませんね。せいやさん、キムケイさんありがとう。そのポちゃんもね冬は保湿、冬も紫外線強いんで、でも曇りでも、うん、油断は禁物です。 MK さんありがとう。なんかまあ美白の方がまあね、メイクとかもメイクのりとかもこう良くなったり、色がちゃんと乗ったりとかね、チークのやったりとか綺麗にチークが映ったりとかもするし、そういいこと尽くしですね。のりさん、ねえねえさんありがとう。あとはお父さんにも感謝です色白なんで。ファントムさんありがとうございます。今日までかな、生誕の、受付は。野外でやる部活だったらまあね、ちょっともうちょっと、でも私室内バドミントン部だったけど、あの写真ね、昔の写真見返してたら黒かったです。だってさ、なんかあれじゃん、愛理が、あ、いつだっけな、あっけ、えとのコンサートの時、自分の昔の小さい頃の写真出たと思うけど、そこで見てくれてたらわかるけど、黒かったんですね、私。私ね、スクショした気がするんだけど。あ、1678だ。ヒロトさんありがとうございます。明日の7時か、あるかな。
愛の指針ないの？あれ？すごく黒かったんだけど。国生さんありがとう。とても黒かったんですが、あった。これかな。黒いというか、あでも焼けてると思う。嫌だなこれ自分で見せるの。すごい嫌なんだけどな。私のあのおでこがツルツルの時代。これこのなんか何のポーズって感じだけど、これですよ。はい、なんか陽気なポーズ、なんか走るポーズみたいなしてたんですよ。こんなにおでこ光らせて、黒いんですね。ちょっとこんがり焼けてるの分かります？画面だと分かんないか。こうやって走ってるポーズ、なんでこのポーズなのかも意味が分からないんですけど。スクショ禁止です。コンサートで使ったやつなので、ちょっとそちらに出てますから。そちらで出てましたから、まあ乗っていいやったけど、あのちょっと恥ずかしいのでダメです。切り抜き NG。 そうおでこがすごくて、テカテカがすごくて、アイリのおでこに触れたらご利益があるみたいな感じに友達に言われてた。もうツルピカすぎてテカテカだったんです。こんがり焼けてました。ズッキーさんありがとう。エイコンさんありがとうございます。そうなんとなく焼けてたんです。なんかもう日焼けしまくったんで、しまくってたっていうか、別になんか日焼け止め塗ってなかったっすね。焼酎とかは高校になって塗り出したけど、焼酎は塗ってなくて、あの海とかもいっぱい行ってたし、焼けてるのがまあ健康的なカラーって感じでしたね。なので別にまあなんかすごい真っ黒焦げではなかったけども、まあカリッと夏はなので、色だいぶ違うね今とは。全然、うん、変わるんだなと思って。結構スキンケアもパックとか美容液とか塗りたくってる。そらさん、国生さん、あとはあの日を浴びない、なるべくその浴びるんだけど、外に出るときは浴びるんだけど、顔はちゃんと日焼け止めとか帽子かぶったりとかする。日焼け止めはねしますね、冬でも。国生さんありがとう。お出かけポーズしてたんですよ、知らずもがな。あ、キングさん、はるみさんありがとう。知らずもがなしてました。ペンギンさんありがとうございます。明日の7時に生誕とトーラカップっていうことで、よろしくお願いします。JK の子は海とか行ってたね。うん、高一の頃とかは行ってた。部活終わってそのまま行ったことあって、あのね、部活、あ、水着とか着ないですよ。あの部活 T シャツのまま海に入ったんです。女の子4人の部活一緒にやってた子で行ったんだけど、
もう T シャツとズボン、部活の時に使ってるスポーツ T シャツとズボンでそのまま入るの、やばいよね。可愛げもなし、もう青春って感じでした。でも、もう暑いから入ろうみたいな、わー出してて、走って入ったりして、うん。でも水着で、あの JK の時に海に遊びに行ったことは一度もないです。帰りは替えの洋服持って行ってました。ありがとう。腕だけカバー、アームカバーね、私知ってましたよ。夏とかは、今はなんかもうあんまり出さないから腕を。夏はしてた、半袖。あのね、アームカバーはファンの方にもらいました、プレゼントで。そう、それをね使ってましたよ、今年、あの去年の夏は。蜘蛛の橋さん、ありがとう。結構カリッと焼けてたかな。そうね、あんまりなんかプライベートの時間はあったけど、なんかそうね、なんかでもそんな、何して遊んでたかな。渋谷、原宿とかは結構流行ってた、中学高1あたりまで。ひつるかもさん、ありがとう。あ、ちょっと待って、わかんない、なんだ、思いつるかもさん、違う、つるかもさんしびちゃいさん、ありがとう。 BB さんもありがとうございます。猫、小中学生はまあみんな焼きやすいかな。外で遊ぶからね。クロちゃん、ありがとう。中学の時渋谷よく行きました。おー、中学で、まあ、でも中3とかに行ってたかな、中3の時とか。クロちゃん、ありがとう。ヤクさんもありがとう。今日はコンサートリハ3日目で、ミクさんの卒コンがブロックがスタートって感じで、今日はね結構進んだかな、だいぶ長かったです今日も。今日が結構山場だったかな。明日もちょっと大変だけど、朝はい、ちょっと早いので頑張ります。あと3日間だ、あと3日間一応あと3日ある、2日とあと3日追加でありました、3日間だ一応だからりなちゃん復帰みたいだよ。そうですね、ひじりとかも復帰だね。クロちゃん、ありがとう。 MK さん、ありがとうございます。そらさん、ありがとうございます。ペンギンさんもありがとう。ちょっと長い、先が長い。ざわちゃんはね今日から来てたので
会えました久々に。そうそう、鉄分たくさん摂取した。ココアも飲んだし、朝に、あとのプレーンの鉄分ヨーグルトも飲んだし、そういっぱい取ったので、昨日よりは全然マシで最後まで大丈夫だった。明日も飲みます。ココアが効いたのか、鉄分のあのドリンクが効いたのかちょっとわからん検証失敗かもしれない。全部摂取、とにかく摂取したから、そう、そう、鉄分のプレーンのやつはめっちゃ美味しい、すごい美味しい。まあでも体がちょっと痛いというか、うん、痛い、あらゆるところが痛いです。いい社長だ、元社長ね元社長です。こんばんは。でも乗り切りますよ。ね、どれが効いたかわかんないです。セーラームーン店。私セーラームーンあんま分かんないんだよね。なんだかとかさえちゃんね、好きだと思うけど。いいか。今日もちょっと練習してから寝ます。こばこばポップコーンさんありがとう。視聴交代でディズニーチケットをご覧になったりした。いや。それが大丈夫なんですよ。あのね、尾藤さん、今の新しい社長さんが全部ね、もうなんか結構連携してくれて動いてくださってるおかげで、素敵なディズニー旅行になりそうです。感謝です本当に。あと2分、あーもう終わっちゃう。じゃあランキングあります。13位ヤクさん、12位ペンギンさん、11位ズッキーさん、10位 BB さん、9位 MJ さん、8位 MK さん、7位コバコバ、6位音符さん、5位ユーツノブルさん、4位カメさん、3位クニショウさん、2位タッタンさん、1位フォクピグさん、ありがとう、ありがとうございます。皆さんもうあっという間に終わっちゃいます。おやすみ皆さん、あったかくして寝てください。ありがとうって、ありがとう。今日もみんな水曜日をよく乗り切りました。あと2日平日頑張りましょう。じゃあねみんな、おやすみ、ありがとう、したねー。